ジュリエット・ビノシュ・イン・ラバーズ・ダイアリンは2011年のフランス・ドイツ・ポーランドの観音映画。監督はマウゴシュカ・シュモフスカ。出演はジュリエット・ビノシュとヨアンナ・クーリグ、アナイス・ドゥ・ムース・ティエなど。第36回トロント国際映画祭で初公開され、2012年2月にフランスで初めて一般公開された。日本では劇場未公開で、 ワウワウで放送された後、2013年3月に DVD が発売された。フランス版、l の記者で、夫と2人の息子たちとパリで何、不自由なく暮らしているアンヌは、女子大生の援助交際に関する記事を、執筆するために売春婦として働く、女子大生に取材することになる。ほとんどの学生が記事にされることに乗り気でない中、 アンヌは二人の女子大生の説得に成功し、インタビューすることになる。進学のために、ポーランドから留学してきた、挑発的で、野心的な性格の経済学部学生、アリツヤと、地味で田舎臭い老いたちを投げ捨てることを決意して、パリの準備学級に入学した、繊細な、シャルロットの二人である。アンヌは彼女らから、 惨めさや嘆きを予想していたが、予想とは違い自由、誇り、エンパワーメントを見出す。様々な縛りから解放された二人の女子生徒に、対するアンヌの職業的な興味が、個人的なものに変化したことにより、アンヌは、自分自身の性的関心について、疑問を持ち始める。ありがとうございます。